2022年6月22日に放送されたプロ野球中継、日本放送ショーアップナイターで、プロ野球解説者の谷繁元信氏が、巨人の伊能昌一投手に放ったある言葉がファンの間で話題になっている。巨人対 DeNA 戦。伊能投手が2番手として、5回途中からマウンドに上がっていたものの、1球もストライクが入らず、暴投する場面もあった。谷繁氏は思わず、おいおい、とつぶやき、びっくりしましたよ。どこに投げたのかなと思いましたよね、と困惑していた。直後、スタジアムでは巨人の原監督が立ち上がり、伊能投手の降板と、高木恭介投手の登板を指示。スタジアムからのどよめきが聞こえていた。その投球を見た谷繁氏は。まあですね、ビエイラに関して言えばですね、はい、やっぱり、8回、あの回をなんとか任せたいっていう思いから、我慢したんだと思うんですよね。でも、まあ、やっぱり伊能は立場が違いますし、イエイラとは違う。違います。はい、で、明らかに違いますし、で、今の4球投げた姿を見てですね、はい、これはもう無理だと、もう判断したんだと思うんですね。こういうところで今日はもう早々と。まあ今日というかね、これはもう伊能の野球人生が、はい、終わりに近づくようなね、そういう僕は4球だったと思いますよ。そうですか。いや本当に、あの状態だとまずちょっともう厳しいですよね、自分で投げる。確かに、ね、まあちょっと厳しいですけど、コメント的にはね、際どいところ全くゼロですから。でもワイルドピッチも犯しましたよね。あれ 逆球ですよ。インサイド要求がアウトコースの、まあ、今右バッターが、ね、エビアに立ってて、小林はインサイドに要求してるんですよ。ミット構えたんですね、はい、それが左バッターの、バッターボックスの真ん中よりちょっと外側ですよ。まずありえないとこですよね。その後実況が谷繁さんのちょっと厳しい一言になりましたけど、本当にそういう時期に来ていますよねと話すと、谷繁氏はそうです、それはね、自分が感じてもうやるしかないんですよと語っていた。最後に、伊能投手は野球人生最後の登板になってしまったかもしれません。